おはようございます。今日の動画はなんか、ね、歪みじゃないなんだ揺らぎを感じるんで、とりあえず撮ってます。画面上だけなのか、それとも実際後でね再生した時もそうなのか分かりませんけど、今ここで見てる限りではすごい画面が上下に揺れてるのが分かります。これは去年初めて沖縄に行った時に、何でしょう、那覇空港のどこかある場所で滑走路撮影した時にもそれと似たような状態がありました。その時以来1年ちょいぶりですけど、何でしょう、なんか磁場の変化なのか、まあ、波は常にこうやってね足元まで押し寄せてます。まあ、何事も油断なく、まあ、濡れても別にいいんですけど、それにしても、まあ、日々の生活の中では分散と集中の使い分け、このバランスがとても大事だと思います。まあ、今思いつくまでを語ってみました。